アメリカのレストランでね、レシートにデブ2名と書かれてですね、お客さんが激怒したという記事が出てましたね。えー、なんでこんなこと書いちゃったんですかね。まあ、しかし、それは怒りますよね。えー、このお客さん、えー、その文字がふっとね、こう入ったんでしょうね、目にね。えー、まあ、デブだけに、ふと目にしたんですかね。ねずっちです。では、また。